育成選手から這い上がり、ソフトバンクのエースに上り詰めた千賀滉大。日本代表としてマウンドに上がったこともある千賀は、誰もが認める大投手です。そんな千賀は、かねてからメジャー挑戦を表明していました。そして2022年オフ、メッツと超大型契約を交わし、念願のメジャーリーガーの仲間入りを果たします。2023年からはエースが抜けるソフトバンクですが、千賀が後継者として名前を挙げた選手がいました。千賀の移籍。千賀は2010年、育成ドラフト4位でソフトバンクに入団。球団関係者はプロ入り直後の千賀について、膝を痛めていた影響もあり、プロ入り当初は3軍の練習でメニューの半分も走れない状態でした。ストレートの速さは130キロ台、濃昏でした、と語っています。しかし、2011年に徐々に体作りをしていくと、ストレートの最速は152キロを計測。2012年のキャンプ前には、ソフトボールの上野などを指導した経験のあるスポーツトレーナーの河野江久夫の合同自主トレに参加し、低めのストレートの伸びを大幅に向上させました。また、同じくキャンプに参加していた元中日のエース、吉見和樹から親指の使い方を教わると、お化けフォークと呼ばれる魔球が完成。進化した千賀は2012年、2軍で防御率 1.33 の成績を残し、支配下登録を勝ち取ります。2013年には51試合で1勝4敗17ホールド1セーブ、防御率 2.40 と1軍でも結果を残しました。その後は怪我にも苦しみましたが、2016年、千賀は12勝3敗、防御率 2.61 と好成績を残し、育成選手初の先発投手として10勝を成し遂げます。2017年には WBC に出場し、シーズンでも13勝4敗、防御率 2.64 で最高勝率のタイトルを獲得。この頃から千賀は、日本代表として世界と戦うにつれメジャー志向が強くなっていました。2017年オフの契約更改では将来的なポスティングによるメジャー挑戦を直訴しています。その後も千賀はエースとしてソフトバンクを牽引し、2022年終了時点まで7年連続2桁勝利を達成。最多勝、最優秀防御率、最多奪三振など投手の主要タイトルも獲得し、パ・リーグを代表する大投手となりました。そして2022年オフ、千賀は大リーグメッツと5年総額103億円の超大型契約を結びます。千賀は移籍会見で、とても興奮していて偉大なチームに参加できて幸せです。この34番という番号をファンの方に選んでいただいたので、とにかく自分の番号にできるように頑張ります、と喜びを爆発させました。移籍に伴いソフトバンクを離れる千賀は、以前ある投手をエースの後継者に指名しています。ジャスティス。千賀が直々にポスト千賀に指名したのはジャスティスこと田中正義。田中は創価大学で最速156キロの剛腕投手として、リーグ戦でノーヒットノーランを記録するなど大活躍を見せていた投手です。大学卒業後はメジャー入りも視野に入れていましたが、まずは日本プロ野球から挑戦することに決め、プロ志望届を提出。2016年のドラフトでは5球団が競合の末、相思相愛のソフトバンクへ入団しました。目標を最速160キロ超えと、シーズン200投球回と語った田中でしたが、1年目の2017年、シーズン開幕前に右肩に違和感を覚え、リハビリに取り組むことに。9月には2軍戦に登板し、3回を投げて最速149キロを記録しましたが、2軍戦登板はこの1試合だけでした。2018年はオープン戦で結果を残し、開幕1軍をつかみます。4月に1軍初登板を果たすと、10試合に中継ぎとして登板しましたが、4月中旬から体調を崩し、約1ヶ月自宅療養となりました。結局その後は1軍で投げられず、2年目も終了。田中自身、2年間期待を裏切る形になっている。来年インパクトを残してチームに貢献できないとかなり厳しくなってくる、と語っていました。
しかし2019年、2020年は右肩の張りや右肘痛でほとんど投げられません。2021年は自己最多の18試合に中継ぎで登板し、防御率 2.16 でしたが、2022年は右肩痛やコロナウイルス罹患によりわずか5試合の登板に終わりました。プロ6年で未勝利の田中は契約更改で、来年も野球をできるのはありがたい、先発として挑戦したいし、来シーズンは規定投球回を目指して頑張りたいと2023年の巻き返しを誓っています。このように実績の乏しい田中ですが、千賀は2022年キャンプで、持っているものはすごい、もっと自分の能力を信じたらいいと自身の後継者としての期待を寄せました。2022年のソフトバンク投手陣は千賀以外誰も規定投球回に達していません。千賀が抜けた後の投手陣では実績があり、共に136イニングを投げた石川、東浜が軸になります。3番手以降のローテーション投手には安心して試合を任せられる投手はいません。2022年に石川や東浜の次に投げたのは100イニング前後投げた2年目の大関と対談が決定したレイ、次いで41歳と大ベテランの和田が81イニングを投げました。阪神を退団したガンケルを獲得するなど、先発投手の補強を行うソフトバンクですが、先発の駒は足りていない状態。坂東や武田といった名前も先発候補として上がってくるものの、まだ確立されていないローテーションは田中が入り込む余地があります。2022年秋季キャンプで田中はフォークの習得に取り組んでいました。第3クールの11月中旬には、ここまですごく順調に来ているし、来年は勝負できるところまで来ていると思う、フォークボールは僕の中ではキーになってくる球種、決め球になるとコメント。田中はフォークの習得に取り組んでいる理由を、抑えている人はほとんどが投げている、右のオーバーで言えば千賀さんもそうですし、山本選手も佐々木選手もそう、理想は出だしがまっすぐの軌道から落ちる球、そこに本当に磨きをかけると話し意気込んでいます。その仕上がりは順調なようで、斉藤一軍投手コーチも、いいフォークを投げていた、今から開幕でも問題ないと太鼓判を押しました。千賀直伝のお化けフォークをようやく体現できるようになってきてる感じですと話す田中は、来年こそは大化けして大活躍の1年になるかもしれません。このように千賀は田中を推していましたが、藤本監督は田中とは別に大胆な配置転換を考えています。千賀の後継者は、藤本の大胆な配置転換とは藤井の先発転向。藤井は6年間広島に在籍した後戦力外となり、独立リーグを経てソフトバンクへ育成選手として入団した異色の経歴を持つ選手です。移籍1年目のキャンプからアピールすると、斉藤一軍投手コーチから、春のキャンプで目立っていたので最初から使えるのではないかという見方をしていた。オープン戦も順調でほとんど打たれなかった。どこまで持つかという不安はあったが、投げているボール自体はうちの中でもトップクラスだったと評価され、2022年は3月に支配下登録されました。その後は一軍の打者相手に、独立リーグ時代に習得したスライダーと、もともと持っていたフォーク、さらにはスライダーとフォークの中間の曲がり方で、藤本監督がホースラと呼んだボールで相手打者を翻弄。最終的にシーズン55試合で5勝1敗、22ホールド、3セーブ、防御率 1.12 の成績を収め、チームの2位躍進に大きく貢献しました。55試合登板はチーム2位の登板数で、防御率 1.12 は左のワンポイント加山、チームの守護神モイネロに次ぐ3位の成績。藤本には今年の MVP と称賛され、来年もセットアッパーとして活躍するだろうと予想されていました。しかし藤本は10月末、藤井を先発で使いたいんですよね、もともと独立リーグで先発やっているし、藤井を千賀の穴にっていうのはちょっと今後相談していこうかなと思っていると衝撃の発言。実は藤井は独立リーグ時代に先発をこなしており、ソフトバンクの3軍相手にノーヒットノーランを記録したこともあります。さらに藤本は、
千賀と藤井はタイプ的に似ている。千賀が一軍でブレイクして最初に投げた時も中継ぎで50試合ぐらい投げたと続けました。経歴に加え最速156キロのストレートと落ちる球を武器に戦う藤井を千賀に重ねたのかもしれません。また藤本は藤井を先発候補としてだけでなく開幕投手候補とまで考えているようで、藤井も名前を挙げていただいたのはすごく嬉しいし意気に感じてやってやるという気持ちはさらに強くなっていると意気込んでいます。さらに藤井は先発投手としての実績が何もない、まずは春のキャンプからしっかりアピールして枠を勝ち取らないといけない、2月1日のスタートがすごく大事になる、名前が出たからではなく常に100で入れるようにと思ってオフは過ごしていると続けました。2023年1月からはソフトバンクの大先輩和田の自主トレに参加する藤井、日米通算150勝を達成している大投手から先発のいろはを教わる藤井はさらに進化を遂げることでしょう。実際に選手を起用するのは監督です。そのため藤井の方が田中よりもポスト千賀に近いかもしれません。しかしソフトバンク投手陣のポスト千賀探しはまだ始まったばかり。田中にも藤井にも千賀の穴を埋めるくらいの活躍を期待しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録コメントをしていただけると明日への活力になりますのでよろしくお願いいたします。